それでは緊急予算会議を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本日の議題ですが、はい、心さん、先日通常の月別予算にプラスして特別手当の支給が行われましたね。はい、冬のボーナスのことでしたらいただきました。はい、本日はその冬のボーナスをどう使うか会議を行いたいと思います。はい、心さん、ちなみに金額はおいくらでしたか？はい、金額はおいくらでしたか？冬のボーナスがいくらだったかということを聞いているんですか？もちろん。様々なリスクが予想されますので発言は控えさせていただきます。なるほど。では金額を見た時のリアクションを再現していただいてもよろしいですか？わかりました。お願いします。おー、はい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 、なるほど。おそらくですが大体の金額がわかりました。よかったです。では肝心のボーナスの使い道についてですが、はい、何か意見がある方はいらっしゃいますか？はい、はい、どうぞ。私は貯金がいいのではないかと思います。貯金ですか？はい、突発的なイベント、周囲の結婚ラッシュに伴うご祝儀ラッシュ、そういった経済危機に備えて今のうちから貯蓄を行うことを提案します。わかりました。確かにもっともな意見だとは思います。はい、しかし果たしてそれでいいのでしょうか？何が言いたいのです？心のボーナスをどのように使うべきかというアンケートを行いました。その結果がこちらにございます。どうぞ、はい、ご覧ください。 4K テレビを家に寄贈するべき1票、ようわからんけど株でも始めたらええんちゃう1票、全額弟へのお小遣いに使うべきだ1票。以上の結果が出ました。意見よろしいでしょうか？何でしょうか？アンケートの対象者を教えてください。心さんのお父様、お母様、弟様、以上3名です。予想通りです。さてどの案がいいと思いますか？私は貯金がいいと思います。なるほど。では折衷案として、折衷案、新しいコートを買うというのはどうでしょう？その案はどこから出てきたんでしょうか？いい質問です。心さんは私服がダサいですね。はい、まあ、さらに言うと以前から着ている冬物のコートは信じられないくらいダサいですね。ダサくないです。アンケートを取りました。ご覧ください。冬用のコートダサすぎるって3票。データに誤りがあります。この結果を踏まえ私は提案します。心さんは冬のボーナスで新しいコートを買うべきである。必要ありません。では多数決を取ります。新しいコートを購入することに反対の方、はい、手を下ろしてください。賛成の方。冬のボーナスの使い道はダサくないコートを購入に決定しました。勝手に決めないでください。以上解散。いやかなり有意義な会議でしたね。ねえ、ひどいよ。お姉ちゃんが今着てるコートってそんなにダサい？かなりダサいと思ってます。もうお姉ちゃんめっちゃ傷つくんだけど。いやいやいや、あとさ、音分かってないかもしれないけど、ボーナスの金額聞くのとか本当やばいからね。え、そうなの？まあどっちにしろ怒られるの僕じゃないんでいいんじゃないでしょうか。いや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 、このチャンネルで起こったことは連帯責任です。はいはいはい、いやいや、はいはいはい、というわけでね、ちゃんと新しいこと買ってくださいね。買いますけど、うん、あ、ちょ待って、言い忘れて言い忘れ、もうこれ本当大事。何？必ずセンスのいい友達と買い物に行ってください。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせればと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。